これは強い。一等次元が違った。出遅れたけど楽勝。ようやく期待の2歳が勝ってくれた。ホープフルの有力候補。宮城の方が強いぞ。ファントムシーフと2強。相手が弱い気もするが。またやはりか。新馬戦のレベルが高かった。2着馬は自走圧勝してるし、3着馬は京都2歳勝ったグユーネグリーン。4着馬も自走圧勝。単勝 2.8 倍もついたのか。ダービー候補。エピファネイアだからダービーまではいける。三浦の G1 制覇に黄色信号。名前がダサい。世代一番。まだ余裕ありそうだからどこまで強いのか。ミッキーから三冠馬出ちゃったよ。戸崎啓太ついにダービー制覇へ。ホープフル出るの？今年はノーザンに強い馬がいないな。ディープが死んでノーザン終了のお知らせ。この世代では抜けてる。フリームファクシの方が強い。ホープフルはハーツコンチェルトが勝つ。一着、ミッキーカプチーノ、戸崎啓太騎手。新馬戦はレベルが高いメンバーだと思っていました。精神的に幼いところはありますが、期待通りのパフォーマンスをしてくれました。今後が楽しみです。